崎豊です。高校球児で、今回ですね、はい、まあ、豊さんといえばもう、はい、趣味の名手。いや日本記録は作ってるすごいですよ。9割9分7割すごい。コメントの方にもグローブのお手入れの仕方とかを教えてくださいみたいな声が結構あったんですよ。なるほど。グローブはさ、一心同体というかさ、はい、もう自分の手みたいな感覚じゃん、はい、ちょっと貸して。これちょっと重いよね。油つけすぎでしょ。手入れするときにつけますよ。いつもこう光らすように油をつけるんじゃなくて、空拭く、はいはい、よく空拭きはしてやる。汚れは本当に薄く油をつける。重くなるのが嫌だ。紐ってあんまりしないでしょ。紐に対しての油の方が有効なの。紐を切れないように油をつける。紐が切れると入れ替えた時に形が変わるんだよ、硬さとか。中は汗で皮が傷んでくるんだよ。この中に薄く油を塗ってる。中にも塗ってる。そうなんだ、だから手袋する。はい、手袋するのはやっぱ汗防止と、やっぱこう痛まないよ、はい、手が痛いとかじゃない。なるべく重くしないように、もうより自然に近い状態が、まあ、ベストだった。そうそうそう。俺は買った時にキャッチボールしたり、ちょっとノックを受ける、ちょっとポケットができるぐらい。その後にボールをここに芯のところに入れて縛るんだ、はいはいはい、で一回水につけんで吊るして乾燥させる。あ、なるほど。そしたら綺麗にポケットができてる。へー、使いやすい。カラーグローブ使う人いるじゃん。カラーグローブっていうのは染めてるわけだから、革の質自体は変わってくるよな。できればノーマルな感じの方が俺は勧める。ピッチャーはちょっと違う。ピッチャーはブルーが一番いいっていうのは、なぜかというと癖が出にくい。あ、そう、見えにくい。グローブが多いことで。バットとかもあるんですか。あ、バットはね、金属バットは別にいいとして、木のバットだと湿気が多いとバットも重みが変わってくる。重みが変わると自分のバッティングができなくなっちゃう。だからこのケースにさ、乾燥剤入れて中にしまう。で、湿気らないようにはしてる。イチローさんとかもやってますよね。そうそう、須郷選手もね。そうそう、これに入れて。ない時は車のトランク、あれ結構乾燥してるの。そうなんですね。に入れとく。まあそういうこともある。はぁはぁ。やっぱ道具は大事にしてる人っていうのは、うん、うまい人だよ。それはまあプロだし、ファンにこう披露するわけだから、そんな汚いのとかそういうのはやっぱちょっとこうやって拭いたりするよ。ただ自分独自のでいいから、こうやったらうまくいったとか、なんか皮がしっくりきたとか、まあ、そういう形で。ただ紐っていうのは見落としがちで、紐はやっぱりこう丁寧にちょっと油をこう染み込ます、適度な割合でね。まあやっぱり道具は大切に、はい、ね、自分のその分身というか、そのぐらい可愛がってほしいと思います。はい、はい。